しよし。落ち着け。元も中古だが備品のゆりかも友人の結婚式の同伴者を募集中。穴あき鍋を手押し車と交換。くだらん刑事だらけだ。お探しかな。ウィッチャーか。怪物をやれるやつなら誰でもだ。怪物？どんな？下水道にいる。でかくて醜悪なやつだ。興味があればガリン邸に来てこの啓示を命じたオルギエルド・フォン・エベレックを訪ねろ。ちょっと待て。見ない顔だな。何の用だ？オルギエルド・フォン・エベレックを探してる。ああ、中に入れ。オルギエルド・フォン・エベレックという名の男に会いたい。そんな名前のやつはいない。気になるんだが、お前たちは何者だ？どんな風に見える？殺し屋の一団か、退役軍人の集いってところだな。はっ、言うじゃないか。俺たちは貴族の子弟さ。女もいるわよ。で、結局のところ何者だ？レダニア自由軍、荒くれ者たちとも呼ばれてる。紋章のイノシシがその理由よ。オルギエルド・フォン・エベレックがいると聞いた。からかわれたのさ、兄弟。じゃあお前がその埋め合わせをしてくれるか、兄弟。なあ、俺とお前は違う母親から生まれたようだな。アンガス、もうその辺でいいだろう。俺がオルギエルドだ。いえ、何の用だ？いや、俺がオルギエルドだ。まさか、私がオルギエルドよ。お前たちは実に面白いし、もっと楽しみたいが時間がない。おっと、真面目な話ってか。オルギエルド・フォン・エベレックが懸賞金をかけた下水道の怪物の件で来た。こいつは頭から真面目さ。何しろウィッチャーだからな。何が言いたい？感情をごっそり奪われる。だから堅苦しいんだ。
まるでケツから槍を通されてるみたいにな。まあいい、ウィッチャーさん。おふざけは終わりだ。実際よく我慢したな。さあ、オルギエルドに会わせてやる。なんて呼ばれてる？リビアのゲラルトだ。助言してやる、リビアのゲラルト。オルギエルドに会ったら彼の興味を引くようにしろ。どうしてだ？怪物を退治してほしいのは彼の方だぞ。確かに。だが退治に…棟梁、お客様です。どのような彫刻が一番高く売れるか知っているか？神々の彫像、王の半身像に羅針像。ここにあるのは何だ？裸の女だ。あんたはどう思う？率直に言うとパックス・ゲルンストの方が好きだ。ああ、こびり派だな。オクセンフルト出身か？いや、だが元門下生を知ってる。はあ、昔はボッティチェリが好きだった。一階の冷たい石に彼が吹き込む命が。だが今は理想的なバランスを持ち、表面に傷一つない、ただの完璧な岩の塊にしか見えん。路傍の石と同じくらい正気がなく退屈だ。芸術ってのはこれくらいの方がいい。よろしい。では問題に移ろう。まずは仲間たちと一緒に軽く杯を交わそうじゃないか。オルゲルド棟梁に長寿を祈って。棟梁万歳。棟梁万歳。一緒に飲みましょう。ま、応じるしかあるまい。ワインを持ってきてくれ。つまみも頼む。今日は特別な日なのか、それとも宴会気分なだけか？どんな日でも特別だ。今日は命名のお祝いだ。誰の？ヘロドアの新しい剣だ。名前を思いついたぞ。我がサーベルよ。お前の名はトラディシアーナだ。下水道の怪物だが、もっと情報あるか？やばいやつだってこと以外は何もわからん。料理人が被害に遭わなければ気にも留めなかった。ああ、彼女の獲物の調理法は誰にも真似でき。獲物を追って下水道に入ったのか？いや、市場に行ってから姉妹だかいとこだかを訪ねた。そしたらどっかの女にカエルに姿を変えられた王子様がオクセンフルトの下水道にいると吹き込まれた。女ってのは誰もが王子様に憧れ、死に物狂いで自分のものにしようとするだろう。ビシーも例外ではなかった。地下へ潜ってそれっきりだ。他にも犠牲者がいるらしい。おい、触れるな。それが屋敷の主の娘に対する態度か？すまなかった。どこまで話した？そうだ、依頼だ。受けるか？その前に報酬の額を決めておきたい。それは心配するな。怪物の首を取ってくればここから何でも好きなものを持って行っていい。太っ腹だな。それでも具体的な額を決めたい。はあ、分かった。いくら欲しい？300か400クラウンか？450だ。決まりだ。
ここから何でも持って行っていいが、その額も払おう。朝飯前だ。自信家だな。そいつの首を持ってくれば褒美をやろう。ちょっと、そこの覗き屋さん。俺の名はゲラルトだ。呼びたいように呼ぶのよ、覗き屋さん。文句ある？要件を言え。仕事を頼みたいの。稼げるかもよ、覗き屋さん。仲間が殺されたの。名前はクルベルト。犯人を突き止めて、そいつの首をちょん切ってほしいの。喜んでサーベルを振り回すタイプに見えるが、自分で仇を打ったらどうだ？もちろんよ。クルベルトを殺した奴が分かってたらね。誰がやったか分からないから言ってんの。覗き屋ならそこら中探し回れるでしょ。そいつを探し出して。詳しく話せ。クルベルトは売人でね、何日か前に馬に乗って廃村のボードにフィスティックを届けに行った。でもそれ切り替えてこなかった。村に行って死体を見たのか？いえ。でもクルベルトはクソ真面目なやつ。待ち合わせに現れないってことは死んでるってことなの。犯人のクソったれを探して殺してよ。お礼はたっぷりする。考えさせてくれ。クルベルトはおでこに傷があった。あんたの傷とは違うけど、それが目印よ。誰がやると言った？あのね、覗き屋さん、私は人を見たら一目でどんなやつかわかるの。あんたはやってくれる。何をかけてもいい。私はオクセンフルトにいる。大広場のアルケミーいいんだよ。くって、なんで。あのニルフガードの構成様は俺のあそこに寄生するがいいんだ。病気をばらまく敗北。おい、どこに行くつもりだ。人生に疲れて死にたくなったのか。その下の下水道に恐ろしい怪物がうろついてるんだ。行かない方がいい。若い女が何人も食われた。ここで何をしてる？彼を助けたいの。手を貸して。シャーニー、落ち着け。もう死んだ。もっと何かできたはずなのに。話してやれ。あ、もう全部無駄だった。できることはやっただろう。ありがとう、ゲラルト。会えて嬉しいわ。俺もだ。ビジマを離れた後、連絡先がわからなくなった。
どこで何をしてたんだ。手短に話すわよ。相変わらず人々を治療してた。主にオクセンフルトにある自分の診療所でね。レダニア市民として時々軍務についてたけど。それは細かく話を聞きたいところだな。ええ、この下水道から出たらね。レダニア軍に無理やり送り込まれたのか、それとも下水道を散歩しに来たのか。今朝命令を受けたの。ここには部隊全員で来たけど、何かに襲われたのよ。その兵士は大事な人だったのか。彼の名前はノルス。来週から休暇を取る予定だった。もう無理だけど。他の隊員もね。何人いたんだ。6人よ。勇敢だったけど、みんな死んだ。何に襲われた。姿は見たのか。いえ、現れた瞬間に逃げ出したの。巨大で毒を吐いて奇妙な音を立ててた。それしかわからない。ふん、シキやドラウナーの集団じゃなさそうだな。ええ、あれは一つの物体だった。大きかったけど一つの存在よ。誰かが松明を投げたけど怪物は気にも留めてなかった。つまり火を恐れないということだな。どうしてこんなところに送り込まれたんだ。機密じゃなかったら教えてくれ。毒のサンプルが必要なの。下水道をうろつき回ってる化け物のね。あれはここに足を踏み入れた人間を殺すだけじゃない。近くの井戸水が汚染されてる。体調を崩す人たちが増えているの。レダニア兵も含めてね。俺は怪物を倒す。毒のサンプルも持ってこよう。ありがたいけど一緒についていくわ。サンプルは自分で集める。この化け物は危険だ。犠牲者を見ただろう。ゲラルト、私は大人の女なのよ。やめさせようとしてもダメ。私が頑固なのを知ってるでしょ。はあ、わかった。それなら怪物に襲われた場所を教えてくれ。こっちよ。格子がひどく曲がってる。巨大の何かがすごい勢いでぶつかったんだ。私が逃げるときに閉めたの。怪物が耐えられてしまった。壊れなくてよかった。回り道を探さないとな。用心しろ。まだ怪物がいるかもしれない。護衛の兵士たちか。ええ、そうよ。バーン、ミクラス、かわいそうに。どうやら怪物は容赦しないらしい。命の恩人だった。知り合いなのか。彼とは今朝初めて会ったの。でもバーンとはドリアンの戦いで一緒に任務に就いた。ミクラスは入隊したばかり。気の毒に。怪物を倒したら誰かをここに起こして遺体を回収してもらわなきゃ。ちゃんと葬ってあげないと。具体的に何が起きた。みんなでここに来てミクラスが足跡を探し始めたらドラウナーが襲ってきた。兵士たちが素早く始末したけどフランツは足を負傷したの。私は彼と残ってノルスが見張っている間に包帯を巻こうとした。すると怪物が現れた。ノルスは私を出口に追いやると怪物に向かっていった。振り返ると彼はベトベトした物質にまみれて倒れていた。だからあなたが私たちを見つけた場所まで引きずっていったの。怪物はどこにいた。ミクラスとバーンが追い払ったわ。ひどい代償を払った。襲ってきたものを見ることができたか。全てが急に起きたの。じっくりとは見れなかった。後ろから見ただけ。巨大でヌルヌルしていたわ。辺りを調べよう。ここに手当てをした男はいるか。フランツのこと。いないわね。怪物にやられちゃったのかしら。かもな。怪物はここを通って入ったか出て行った。深いな。下水道の下の階は何年も閉鎖されている。でも指揮官のバーンが合鍵を持っている。
探してみるとしよう。ゲラルト、大丈夫？大丈夫。ここからはゲラルト。方法を探してみる。気をつけろよ。バーンが鍵を持ってたの。見て、フランツよ。その亡骸っていうんだろう。どんな化け物がこんなことを。ドラゴンが多いな。つまりどういうこと？怪物は奴らを襲わないということだ。下水道をうろつく何かとうまくやっているようだ。ある種の強制だ。興味深い。何？彼は足を負傷したんだ。そうね、膝のすぐ上よ。それでそこに何か塗ったか？ええ、蒸留酒を。でもそれだけ。なぜ聞くの？見ろ、フランツの足が半分なくなってる。怪物が噛み切ったんだろう。他の死体はそのままだ。戦いで負った傷を除けば。怪物はアルコールが好きだとでも言いたいの？ああ、血と混ざったやつがな。もう情報はなさそうだ。巣を見つけなくては。ついていくわ。近づきすぎなければということだ。腐りかけの死体、そこら中の粘液、例の悪臭、ここが巣に違いない。まだ新しい。怪物はさっきまでいたようだ。サンプルを集めるわ。トンネルと通路は全てここで合流してる。どうするの？怪物をおびき寄せる。どうやって？どんな怪物かすら知らないのよ。だがそいつが血と酒を好むことは知っている。酒ならちょうど持ち合わせがある。自分を傷つけるつもりじゃないわよね。安心しろ、利用できる死体は山ほどある。サンプルはもう十分か？多分ね。でも混じり気のない毒も欲しいの。怪物を倒した後で。解毒剤か？怪物が死ねば使い道はないぞ。毒に侵された患者を抱えてるの。それに毒を研究して分析すれば何か特性を発見できるかもしれない。取りかかるとしよう。戦いではあまり力になれなくても後で役に立てるかもしれない。隠れ場所を探すわ。君は地上に出て待った方がいい。それか家に帰れ。でも。でもじゃない。通路で待ちたければそれでもいい。できればよしてほしいが。だが怪物が来たら急いで地上に出るんだぞ。分かったわ。いいか、シャニー。関わらないと約束しろ。約束する。よし、
隠れろ。気をつけてね、ゲラルト。Good rush, Azure Boot!